飲んでたら関係が悪くなってきちゃった。そうですね。そしたらね、一回さ、薬やめたらさ、しつけの基本って話したじゃないですか、手たくさんしてもらえるもうちゃんとやって、それでアイコンタクト、名前呼んでアイコンタクト、ハッと聞いて手たくさんして褒める、学校おいでって手たくさんして褒める、それぞれ毎日しっかりやってください。そんで注射器は残ってるでしょ、ね、それでね、お水を 0.5cc ぐらい、これでして、ご褒美あげて、水を 0.5cc 飲む、まあ、まずは今やめていいですよ、体重ちょっと落ちちゃってるからさ、これ体重がまあ、元の体重は1153、1129、薬のおかげで1129、1153と1129だからさ、そこまで戻るまでは、とりあえずやめて、しつけの基本だけやってください。めっちゃ体重が戻ったら、お水を飲むようにしよう。だからその上に必ずお水だけ飲ませるんじゃなくて、おいでしてご褒美をあげて、褒めてあげる。言葉で褒めて触ってあげる。でそれから、お水飲ませる。飲んだらまだご褒美をあげて褒めてあげる。それからやっていかないと、ね、治療がストレスになったんでは意味がないからさ、と思います。ね。今までこの子 4歳ですね、4歳と9ヶ月、そんな薬飲んだことないわけでしょ、はい、この子にする何ってことないからね。で体調が悪い子だとね、まあそれはそんで受け入れるかもしれないんですけど、元気でしょこの子は、はい、元気です。なんでそんなの飲まされるのっていうふうに思ってさっと身体検査しますね。ごめんね、見るだけ、ちょっと色悪いかな、もうちょっと赤みがかっててもいいかな。でもまあ注視します。うん、うん、ね、なんかご褒美をなんか食べます。あればちょっとご褒美。あ、待ってね。一杯食べる。一杯食べる。硬いのがいいかな。柔らかいの好きですか？なんかその時によるんです。ね、硬いのが好き。怒ってる。ちょっと塩のサイズ測って、で、あの点眼してからね、あの抗生照射療法だけやらさせてもらいますからね。ごめんね、ちょっと吐き出して。これね。おちへ食べてて。19。おちへ食べてて。20、19、これくれる、おちへ食べていい？20、19、なんかめっちゃ大きくなってるような決心でもできないですけどね。まあそう変わらんちゃ変わらないんだけど、ちょっと高さが高さがちょっと出てきてるような気がする。